リンリン、ハローパラレル、リンパラレルのリントです。はい、ということで、先ほど今映像で見ていただいた通り、山椒のページでございます。はい、タイトルにもあります通り、ワインセラーを丸ごと、山椒にあげることにいたしました。拍手パチ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 ということでね、はい、こちらのワインセラーをそのまま山椒ケージとしてね、使っていくための改造をいたしました。はい。ちょっと以前のね、動画の時にはね、冷温庫があったとは思うんですけれども、その冷温庫とは別にっていう形で、冷温庫がね、実は壊れてて、なかなか中身が冷えなくてっていうところで。で、ペルチェ素子式の、冷温庫だったんですけれども、まあ難しいね、なんか、ペルチ素子っていうのが出てきたんですけど、こんな四角いね、なんかパネルが冷えることによって中が冷える方式っていう、ポータブル系の冷蔵庫に使われているなんかものらしいですが、それがね、壊れてて、で全然意味をなさなかったんですよね。っていうところで、なんかないかなーなんていうところをね、お話ししてたら知り合いの方がこちらのワインセラーをくれることになり、もう使ってないからあげるよっていう形で、はい。でいただいて、完全にワインセラーを、中身を改造して、もう山椒にあげることにしました。なんでこのもうワインセラーの中は全体がこの子たちのケージという形になります。はい、ということで中身早速見ていきましょう。で、奥のねところにその送風の装置がついてるんですよ。でファンとかの装置なんで、何て言うんですかね、隙間に入るとね、怪我しちゃうんで、奥にはあんな感じで網をつけてます。はい。で、網は、ちょっとあんまり綺麗ではないんですけれども、名前出てこなくなっちゃった。グルーガンで留めております。で、下はこんな感じ。ここはね、ワインセラーの普通の置くところがそのまま乗っかってるんですけど、そこに LED のライトをね、1本くっつけてる状態になります。で、奥なんですけれども、この一部の葉っぱ、これ以外、これはね、これ以外はもう、水槽に直接グルーガンでくっつけてます。竹とこの竹とこの葉っぱと、このちょこっとだけ生えてるこの上の葉っぱは完全にもうこのタッパー自体にくっついてます。なのでタッパに、もう完全にペタッとくっついた状態。そしてここに端があって、端の下もね、ちょっと一部分竹入れてるんですけど、あれは高さを出すためにグルーガンでくっつけてるっていう状態ですね。ちょっとどっちだこれ、モノちゃんだな。こっちがクロくんだな。うん、クロくんの方が体格がちょっといいんで、あなたクロくんですね。こっちモノちゃんですね。モノちゃんちょっとごめんね。ちょっと避けてくれる？はい。こんな感じでこれは取れるんですけれども、竹がね、グルーがね、くっついて、こっちも段差をつけるために、石をね、乗っけてるっていう状態にはなってます。はい。で、かわいいな。なんだ君、かわいいな。はい、っていう状態で、ここに餌場がね、わらじが、さっき入れたんだけど、あれわらじもう2匹しかいない。あ、もうそんなに食べたの？ 8 匹ぐらい入れたじゃん。8匹中もう6匹食ったのあんたら。あら、食べ盛りで。ちょっと山椒をまた増やしていかないと。繁殖してるけど、繁殖間に合うかしらって感じなんだけど。また捕まえに行こう。その辺で捕まえれるし。はい、ということで餌場があって、橋があって、奥に竹があって、そこにろ過装置がね、横で寝せてあって、であそこからね、ちょろちょろちょろとろ過された水が滝のように、滝というよりはなんだろうね、湧き水の感じというか、ちょろちょろちょろと出てる感じ、ちょっとこう綺麗な感じですよね、雰囲気的に。ちょろ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 と。で手前はね、一応出ても多分この状態でも戻れるんですけども、まあなんか餌場も隠れるし、ちょっとした段差あってもいいよねということで、100均でね売ってたやつ、これもともと持ってたんですけども、もともと持ってたやつに竹をくっつけて、で後ろにある葉っぱと同じやつをね、ここにくっつけて、ちょっとしたオブジェにしました。で、水を溜めておいて、ここもね、冷たい水が冷えてるんで、なんて言ったらいいでしょうか。中に入ってね、水補給というか、表面のね、この子たち乾燥しちゃうとあれなので、表面を、乾燥をね、防ぐようにはできると思います。で、ちょっとこう、登れるような感じにしてます。まあ、手前にあってもね、景観は損なわないんで、こういう、ただ餌場がパッと見えるだけだったのを、餌場隠しにもできるし、ちょっとしたオブジェとしてね、置いておけるしっていう感じでございます。まあ、あんまり変わったことはしてないですね。もうタッパーに竹くっつけて、ろ過装置置いて、橋いい高さにして、餌場置いて、なんか手前に置いてみたかな、みたいな感じのケージ作りでございます。ただね、結構気に入ってます、私は。かなりいい感じなんじゃないでしょうか。あとはもう、こういう感じでね、閉めても、中の観察がしやすいですし、閉めるとね、中のちょろちょろ音もそんなに気にならなくていい感じですね。人によってはちょろちょろ音気になって寝れねえなーなんてこともあると思うんですけども、これぐらいだったら私は全然気にならないちょろちょろ音ですね。むしろ扇風機いっぱいガンガン回すからさ、4つなんでさ、むしろ扇風機の方が良さそうな感じですね。で、こっからね、コードとか出てますが、この隙間からは山椒全然出てこれないんで問題ございません。で、こう閉めておけば、もうこのケージというか、このワインセラーの中全部がこの子たちのケージということで使っていける感じですね。で、しかもこのワインセラーですね、中の温度が見れるだけではなくて、こういう感じで温度の設定もね、こうダイレクトにできるんで、15度ぐらいに私今設定してますけども。で、ここでパワーとね、あとライトがね、奥にありますけど、このライトはね、ちょっと赤すぎて微妙なんで私は使わないですかね。基本はあとここで。で、中の温度も見れるんでかなりいいんじゃないでしょうか。で、一応このワインセラーのこの上の上部、空いてる部分なんですけども、万が一この子たちがね、例えば卵を産んで、これはこの子たちオスとメスなんで、卵を産んで、それが有精の状態だったら、孵化させることもできると思うんで、タッパに入れてここに置いとけばね、孵化もさせれるよっていう状態。タッパだったらこの子たち入ったりすることもないですから、同時に飼育というか管理もできるというケージ構造にしております。まあ、あとはね、ちょっと気になってるイモリで、シリケンイモリですね。沖縄シリケンイモリがすごい気になっていて、まあ、飼ってたことあるんですけども、夕張にいた時に。で、夕張にいた時はなんかね、どっかの爬虫類ショップかなんかでね、1匹600円とかで買ったのかな。そんな高くなかったんですよ。で、1匹600円で買って、沖縄シリケンイモリと赤原イモリも、それも600円とか500円とかで買って、その2匹をね、飼育してたんですよ。で、専門学校行った時に、専門学校で家離れて、で、家離れてる間に家に置いといたんですけど、ひょんなタイミングでですね、今まで脱走したことなかったのに脱走しちゃったらしくって、で、脱走したタイミングでいなくなってしまって、死んじゃったらしいんですよね、実家で。ちょっと悲しいお話ではあるんですけれども、飼ってたんで、ちょっと飼ってみたいな、もう一回飼ってみたいなっていうところはあります。まあ、でもこの子たちと一緒にできないしね。で、あと沖縄シリケンイモリだったら正直このケージというかケースまでいらないかなと。結構高温のところに住んでるので、多分普通にポンと置いといても問題なさそうな気はしますけど、まあ、ただこれ以上ペットは増やせないですね。もうだってここにね、シェフィーがいて、で、ロペ様、シェフィー、サバンナモニターね、が奥にいて、今あんな感じです、奥。山椒たちに使ってた流木を入れてあげてます、あそこに。なんかね、登って遊んでたんで、遊ぶならいいかなと思って。で、なんか下に葉っぱに隠れたりもしてるんで、置いといてあげようと思って、ケージのレイアウトはこんな感じ。で、パネルヒーターの上に、なんか簡易的に作った階段があって、その上に石が乗っかってるみたいな状態ですね。で、あとあそこに餌置きがあってみたいな。で、ロペさんは、ヒョウモントカゲモドキね、レオパードゲッコウ、あそこに多分います、中に。寝てるね。まあ、夜行性だから当たり前だよね。こっちはもうケージのレイアウトもう一回作ってからもうずっとこのまんまだね。そうで、そうだ、温度計余ったからこの温度計変えてやるか。なんかね、この温度計にしてたけど、今1個使ってたやつ余ったから、そう山椒に使ってたやつが余ったからこれ置いてあげようかな、もう一回。でここにわらじのね置き場があって、で上に、ハロとギョロと、でここはゆくゆく子供が生まれたらみたいなところ、あとはハルくんとうららちゃんのお部屋ね。まだハルくんうららちゃんは病院の動物獣医師さんのところにいるんで、まだ帰ってきてないですけれども、これから帰ってきたらそこのケースに戻してあげてって感じですね。もうこれ以上増やせないっしょ。だってこの状況よ、もう無理だよ、もう無理だよ。しかも今汚いね、下も片付けてる最中なんで、ケージ作りしてたから、パソコン周りね、ここしか通路がないんだから邪魔だから、今それもここに上げて寝れないまあこれはね、この後片付けていきますまあそんな感じでね、この形の飼育のケージもできてきたんでいい感じかと思います。はい、今後もね、この子たちの観察日記だとか、あとは行動だったりだとか、あとはこういう部分でね飼うとき苦労するよっていうリアルなお話とかね、いろいろしていきたいと思いますので、ぜひとも、チャンネル登録だったり高評価お願いいたします。これからの動画もね楽しみにしていただけますと幸いです。なかなかペット可愛いよだけでお話ししてる人もいると思うんですけれども、いやこういうとこ結構大変でとか、こういうとこで苦労したよとか、こういう失敗があったっていうね、失敗から学べることっていうのはたくさんあると思いますので、そういうお話もね今後していきたいなと思います。はい、ということで本日は、山椒魚のケージ、もう夏はこれで乗り切れるっしょっていうか、冬もこれでいけるっしょっていうケージになりました。はい、ということで本日は以上となります。以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。